ちは、S&D です。今日は餃子のオーバーカットの練習をしていきたいと思います。オーバーカットっていうのは肩より上の強打ボールを返す方法、種類がオーバーハンドパスで返す方法と手を組んで弾いていく方法の2種類があります。ではやっていきましょう。はじめは少し速いボールを投げてもらうところから始めてみてください。オーバーカットをするときもアンダーカットをするとき、基本姿勢は同じです。オーバーを手で持っていくのではなくて、強打カットに関しては形を維持しながら腰を使って持っていくのを意識していきましょう。ではこれが慣れてきたら相手に打ってもらってカットしていきます。前に出したいので主に前に送り足をして出していきましょう。では次はこの形でボールを弾いていきます。親指を重ねて、どっちが上でもいいんですけど、慣れてる方で弾いていく方法です。この手のひらに当てていくのがポイントです。で、構える姿勢はさっきと同じで、ボールを上から下に切っていくようなイメージでやっていきましょう。右に来たらこの手にも面があるので、外向いてたら外行っちゃうので、右に来たら右肩から入ります。左に来たら左肩から入ります。本当は今のもここら辺だったんで、アンダーで普通に行けるところなんですけれども、オーバーカットの良さはこの高いところも取れるし、下でも角度が良ければしっかりと上がります。なのでポジション取りが、オーバーカットがいろんなところで上げられれば、前にレシーブポジションをシフトできるので、フェイントを落とされる危険性が少なくなって非常に有利です。練習をたくさんして、どうすれば上に上がるのかっていうのを自分で経験していかないとわからないので、ぜひこの練習もやってみてください。今日は以上となります。ありがとうございました。